ヤッホー一部、どうもなんです。さて、今日もね、ヘアスタイルをまた見ていこうかなと思います。はい。で、今日はね、ヤマピーの、まあヤマピー何度もやってるんですけど、このブルガリの時ね、アンバサダーに就任した時と、エルジャパンっていう雑誌に出た時のヘアスタイルとかなをやっていくんですけど、しかしね、多分ね、同じだと思うんだよね。そう、多分ほぼほぼ、なんか写真を見る限り同じだったんで、まあ2つ説明していくんですけど、まずこのブルガリの時ね、で、これ後で説明する L も出てくれば分かるんですけども、髪型は同じなんだけどセットが違うだけ。そう、基本的にこれも普通の、まあみんなで言うんだったら、まあ多分七三とかでもいいと思う。これを作るならだよ、この写真みたいに作るなら七三分けのショートでまず分けて、多分耳は隠れる長さに、耳は3分の2から隠れるぐらい。鼻と口の間ぐらいまで長いです。結構長いですよ。だから重めのグラデーションボブみたいな感じの長さまで結構あります、長さが。で、ダウンはね、まあちょっとでいいと思う。ダウンは本当に少し、まあ少しって言っても入れるけど、わかんないよ、これはセンチメートルで書いてるけども、わかんない、3、4センチぐらいだと思ってください、で、なおかつこれの場合は見てもらうと分かるけども、ピタッと止まってるでしょ、よいしょ、ピタッと止まってるじゃん、サイドが。で、上がちょっと浮いてきてる感じですよ。なので、まあ、例えば7-3で分けます、7-3でパッと見たら7-3で分けます、こっちをピタッと止めて、で、後ろでピンで止めて、で、ここもピタッと止めてあげる。で、こっちも端から下の部分をピタッと止めて、後ろでピンで止めてあげる。で、上だけちょっと浮いてるような感じで、ちょっとセットしたり流してあげるぐらいな感じでいいです。これをしたいんであれば。だって不自然だもんね。ここだけ止まっててさ、ここだけ止まって、ここだけ上だけ浮いてるような感じになってるじゃないですか。これは不自然極まりないと言ったらおかしいんだけども、まあ、なんていうの、そういう仕方をするっていうような感じ。そういう、まあ、撮影なんでね、ピンで止めたりとか、後ろって見えないからね。そういう風にして仕上げて綺麗に見せてるっていうだけです。まあ、もしくは、中買っちゃうとかね。そう。イレギュラーにするんであれば、中を買っちゃって、この、例えば、ね、こめかみ8本の部ぐらいでいいですけど、中を買っちゃって、で、7-3で分けて結構長めに、長めの設定ね。耳は3分の2とか隠れるぐらいまでの長さ、まだ長くして、両サイド。で、もうピタッと止めちゃう。後ろここスッキリさせる。上だけでこう分けちゃう。っていう感じで、いいのかなっていう気がしますけどね、これだったら。だって、まあ、パッと見かっこ、まあ確かに普通にかっこいいだけでいいんだけども、髪型を見るっていう感じになってくると、その辺がちょっと不自然ですよね。これは完全に後ろで、まあ女性ではないけども、男性でもこう、ピンを止めてあげたり、耳後ろとかでピンで、まあ、コンビニとかで売ってるんで、そういうのピンで止めてあげて、で、前から見たときに、撮影したときにピンが見えない。スッキリする。っていうような状況。まあ、これはよく美容師さんでも、なんだろう、
例えば、まあね、美容師さんの採点のエアショーだったりとかもあるし、僕もやったこともあるんですけど、そういうのとか、あとは普通に一般の写真、みんながマッシュだったりとか、女性でもこういう髪型、あ、可愛いねって言ってる人があって、で、ね、なんかちょっと普通になんか量が少ないな、この人なんか、あ、なんか軽そうだな、なんかどうなんだろう、この人なんか、なんかどういう感じなんだろうってなってきて、大体、こう見えないところはピンで止めてたり、押さえたりとか、いろんな工夫をしてるんですよ。全くしない子もいるけど、そういう裏ではそういうのをして、ワンショットのためだけに綺麗に作ってるので、うん、もうこれは仕方ない。仕方ないというか、もうこれをやめてくださいって美容師さんに言っても、多分やめないと思う、みんな。うん、だって綺麗に見せて、それでお客さん呼びたいんだもん。なので、まあ、そういう人は多いっていうことを。これもブルーバレーの時も、L の時もこのぐらいの長さだったんで、もう同じ写真、こっちの写真でやりますけど、これ見て、襟足長いでしょ。けど、さっきの写真は襟足長かったじゃないですか。これどういうことかが、もういつも秒分で分かりますよね。ピンで止めてたっていうことが完全に、これはヘアセット、うん、まあ、これなんかも普通にウルフヘアですよ、普通に L の時もこれぐらい長かったから、同じような説明でこれで言ってきますね。これはもうウルフヘアね。で、重さは盆の部分にたまるような感じね。重さは盆の部分にたまるような感じ。そう、要は、こう前から見たときに髪の毛があります。で、襟足が出てきます。ここの重さが、ボンドクボぐらいまで溜まってきて、ボンドクボから下がこうキュッて詰まって、前から襟足がこうキュッて出てるよって感じなので、上の重さっていうのはボンドクボまでの重さにしてあげてください。で、襟足長めにしてもらう。うん、これで襟足、みんな写真をこう隠すと、さっきの写真とほとんど同じでしょ。オールバックにするかしてない、うん、なので、まあ、なんだろうね、このブルガリとエルの時っていうのは写真上全然違う髪型に見えるようなバランスなんですけど、実際は同じだっていう。襟足を短くするかしないか、オールバックにするかしないかだけで、セットの違いでどうにでも見えやすくなりますよっていうのが髪型の一つなんですよ。うん、襟足も結構長いです。でも顎よりも長いからね、結構よ、顔ヤマピーはちっちゃいから、バランスはね、これぐらいでも全然いいですね。結構長くしたらもう小綺麗にしないと、やっぱこれぐらいの長さだと汚く見えちゃうので、で重さもね、多分耳横のバランスが耳隠れるとか、まあ3分の2とかぐらいですけど、これ以上長くなりすぎると、なんだろう、全然いいんですけど、多分一般でやると結構アイロンとかでこうセットしないと、多分ただ下ろしてるだけだとちょっと気持ち悪くなっちゃうみたいな
感じになっちゃうのかなとは思いますけどね。髪が細かったりすればいいけど、僕とかも結構、まあ今まだそこまでいってないですけど、まあギリギリ耳隠れるかなぐらいですけど、もう僕はもう本当にオールバックでしたね。それぐらいもうさっぱりしてあげないと、ちょっとなんだろう、うん、ただボサボサのままで大変かなっていう気がするので、まあその辺もちょっと気をつけてやってあげたらいいのかな。美容師さんと相談してね、あれですけど、まあけど今回のこのブルガリ L っていうのは同じ髪型、ただセットの違いで見え方が違うっていうだけなので、そこだけ理解して美容師さんと相談してやってもらうといいんじゃないかなと思うので、ぜひやってみてください。バイバイ。